フクロウ朗読、芥川龍之介作、羅生門、第9話。下人にはもちろん何故老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかった。したがって合理的にはそれを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとってはこの雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということがそれだけですでに有数べからざる悪であった。もちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなぞとうに忘れているのである。そこで下人は両足に力を入れていきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして聖塚の太刀に手をかけながら大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見るとまるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれどこへ行く。下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこう罵った。老婆はそれでも下人を突き抜けて行こうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし勝敗は初めから分かっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで無理にそこへねじ倒した。ちょうど鳥の足のような骨と皮ばかりの腕である。羅生門第9話をお送りしました。